皆さんこんにちは。さあ今日はモンスタービートルでみんなに混じって走ってみたいと思います。その前に、今日はねどんな車が走っているのか少しねサーキットとピットを見てみたいと思います。さあバックストレートに SC 走っております。速い。さあテーブルトップへ向かいます。いやいいですね SC。 ふわふわっとねジャンプ台をね遠くまで飛んでいきます。さあ手前ウォッシュ 2-2 で綺麗に越えていきます。さあ大きなジャンプ台へ。おお遠くまで綺麗な姿勢で飛びますね。この方ねジャンプでもすごい上手な方でね今日はそのランサーキットに遊びに来てくれました。そしてこのオレンジの SC なんと今日がシェイクダウン。非常によく走っております。さあ今日はね強小のクラシックバギーがたくさん走っております。この日はねタミヤよりも強小の車の方が多かったかな。強小のクラシックバギーかっこいいですよね。こちらはタミヤの TRF 肉ですね。さあ紫の車はタミヤの DT03。 かっこいいですよね強小のクラシックバギー。ジャンプ台へ向かいます。綺麗な姿勢でジャンプを越えていきます。おお遠くまですごい綺麗な姿勢でジャンプしましたね。さあ3レーンを越えていきます。ジャンプ。さあ試験。こちらはラリーカーですね。ジャンプ台へ。いやラリーカーもね非常によく走ってます。この砂煙がすごくいいですよね。いやかっこいい。おーいいですねラリーカー。さあ DT03 も走っています。この日はね晴れの日が続いたので路面がねすごい砂がね少しね砂煙が上がる路面で非常にかっこいいですよね。さあ続々とジャンプ台に車が来ます。さあラリーカーも走ってます。さあもうラリーカーのねこの砂ぼこりがかっこいいですよね。さあバギーとラリーカーが一緒に走ってます。
ガラリーカーよかしてます。さあ、たくさんいろいろな車が走っています。迫力ありますね。コミカルアバンテも走っております。さあ、試験。さあ、三連越え、続々とこちらに車が迫ってきます。迫力ありますね。砂煙がいい。さあ、おバトルしますね。ラリーカーとバディーカー、そして後ろにもラリーカー。いや、バトルしてますね。いいですね。迫力があります。それでは、モンスタービートルでみんなの中に混じって走ってみたいと思います。さあ、モンスタービートル走り出しました。モーターはスポーツチューンモーター、あとはノーマルだったかな。あとはそうですね、ノーマルですね。ノーマルのモンスタービートル。おっと、いきなりハイサイド少しね、ありがとうございます。少しスピードを出しすぎてコーナーに突入してしまいましたね。モンスタービートルはハイサイドに注意です。さあ、ジャンプ台へ。ジャンプもね、遠くに飛びすぎてしまうと、モンスタービートルはユニバーサルシャフト、リアのね、ユニバーサルシャフトが抜けやすいので、ジャンプもね、ほどほどに飛ぶようにしましょう。さあ、バックストレート、スポーツチューンモーターの速さはどうか。お、結構速い、結構速いですね。スポーツチューンモーターでタミヤのね、日課とバッテリーを積んでおります。さあ、テーブルトップ、そして3連を2の1で飛んでいきます。3連がね、非常に難しい。3連がね、この逆回りになってから非常に難しくなりましたね。お、調子がいいとね、今のウォッシュ2の2で綺麗に越えていきますね。さあ、ジャンプ台。さあ、手前へ。そして右側、高速試験。おっと、またハイサイド。いや、モンスタービートルはね、ハイサイドに注意です。コーナーでね、しっかりとスピードを落としてから曲がるようにしましょう。さあ、速い車の中に突入です、モンスタービートル。そのランスアクトルはモンスタービートルでも気兼ねなく走って大丈夫です。皆さんもね、面白い車持ってきてもらっても全然大丈夫です。遠慮しないで走ってください。さあ、3連を超え、モンスタービートル迫力ありますね。さあ、そのままモンスタービートルがジャンプ台に向かってきます。ジャンプ、おー、いいですね、迫力あります。さあ、そして折り返して手前へ。さあ、速い車の中、モンスタービートル健闘しております。さあ、試験へ。そしてバックストレート。さあ、モンスタービートル、スポーツチューンモーター頑張れ。そこそこ速いです。さあ、ストレートの後のストレート。さあ、そしてここでハイサイドしないようにテーブルトップへ。さあ、ここ2の1で、おっと、危ない。非常に3連が難しい。速いモーターの車でね、3連を1回で超えるのは簡単なんですけれども、3連をね、2の1で超えるのが難しい。またこういうね、転びやすいビッグタイヤ系で3連を2の1で飛ぶのはね、特に難しいですね。順回りの時は今ほど難しくなかったんですけれども、逆回りになってね、3連の微妙なね、高さの違いとかね、そういうのでちょっと難しくなってますね、3連が。またテーブルトップの後にね、まっすぐ進入するのもね、ちょっと難しいのでね、そういうのもね、難しいポイントになってますね。
テーブルトップの後の3連要注意です。さあ手前ウォッシュオン、なんとかね越えて、さあジャンプ台、さあバギーに抜かれました。そして試験へ頑張ってついていきましょう。さあバックストレート、あっとモンスタービートルストレートで少しつまずいてしまいました。さあここでハイサイドしないように、そしてテーブルトップ3連2の1でなんとか越えていきます。さあこの季節はねすごいまたねスパイクタイヤがすごいグリップするようになりましたね。11月から12月の初めにかけてかな、路面がすごく締まった時はもうスパイクタイヤ全然グリップしなくなったんですけれども、今はねすごいスパイクタイヤまたグリップするようになりましたね。路面こういうね季節によって路面の変化も屋外だとね楽しめますね。雨上がりとかも全然ねグリップの感じも違いし、この日はねこのスパイクタイヤすごくね食ってましたね。もうリアが巻くなんてことは一切ないですね。モンスタービートルも一応肉なんですけれど もう全然肉なんてことを感じさせない、まあ、ビッグタイヤってのもあるんですけれど もう本当にね走りやすい、モータースポーツチューンでドノーマルでね本当に走りやすいです。さあ試験へ、おっと少し孤独になってしまったか。さあバックストレート、おっと危ない、後ろから車迫ってきましたね。さあテーブルトップへ3連、今のところ3連ね、転ぶことなくギリギリセーフですね。さあウォッシュバタバタと越えていきます。さあジャンプ台、さあそして高速試験へ、いや迫力ありますね。オフロードのバギーと一緒に走っております。さあバックストレート速いバギーがね抜かしたそうにしてますね。さあテーブルトップ、おっとというわけでモンスタービートルで走ってみました。すっごいね楽しく走りましたね。あの同じようにね楽しい車も走っていたし、もちろんね速い車も走っていたんですけれども、ちょっとねモンスタービートルでね混ざって走ってみました。非常にねグリップしてねよく走りました。楽しかったです。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイ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 。